小倉明は日本の作曲家。鉄道技師の逸尾として、福岡県文字市の鉄道館社に生まれ、生後3ヶ月から東京市京橋区小引町の道鉄商小倉家の養子として東京に育つ。1933年、早稲田第一高等学院中退。1934年、東洋音楽学校中退。1936年、 明治大学文芸科中退。深い志郎や池内と文次郎からフランス近代を音楽を学んだが、ヨーゼフ・ローゼンシュトックにベートーベンの公共曲の指揮法を学ぶうちに次第にドイツ古典を音楽に傾倒した。公共曲などを書くが、その内容があまりにドイツ古典主義的だったため、オグラームスとあだ名されたほどであった。しかしその後、 西欧の古典一辺倒に行き詰まりを感じ、それまでのほとんどの作品を破棄した。その後はバルトークに傾倒し、日本民謡やわらべ歌を題材にした作品を手掛けて、新境地を開く。1978年4月、芥川康史と新公共楽団による、日本の公共作品展に小倉明が2夜に渡って、開催される。ザコウジ公明の死。破棄されたもの。 所在不明の作品は原則除く。ありがとうございます。